水研生物科学専攻の牛尾と申します。よろしくお願いいたします。本来でありますと、私どもの研究室の、教授の渡部の方から、ご報告させていただく予定でしたが、ただいま長期出張中でございまして、牛尾の方からお話しさせていただきます。私どもは魚介類の汚染ということで、お話をさせていただくんですが、私たちが現在でも魚介類が汚染されるというのは各都道府県のデータでも公表されております。で、それを取った後にそのまま捨てていいかという資源の問題も考えまして、汚染されていても加工方法を工夫することで、それを本当に食べられるものに変えていこうというお話をさせていただきます。で、今までもお話ございましたが、セシウムの場合は、洗浄である程度除くことができます。肉を洗うというのは、私どもあまり経験ございませんが、実は、ここに示しますような、かまぼこ水産練り製品の製造工程を見てみますと、原料魚をミンチのような落とし身にいたしまして、その後水さらしという工程を入れます。で、その後に脱水して塩を混ぜて、で、加熱してかまぼこを製造いたします。で、この水さらしというのが実は洗浄ですので、これを使いますと、放射性同位元素の、量が減るんではないかというお話になります。で、こちらに示しますのがシログチと呼ばれる、お魚で、これがエソ。シログチに比べてエソの方が、海の底の方に近いところに住んでおります。それから一般のかまぼこによく使われますスケトウダラ、こういったものもどちらかというと海の深いところに住んでおります。で、この2種は高級なかまぼこなんかでよく使われまして、一般的なものとしてはスケトウダラがよく使われます。で、今回のお話では、先ほどのシログチの禁煙種でありますニベという種類のお魚を使いまして、福島県いわき市の久之浜沖、水深14メーターですから、それほど深くはございません。そこで採取されたゴビを使いまして、実際のかまぼこの製造工程に合わせまして、水さらしという処理条件を何回か繰り返しております。で、実験、細かい話は置いときまして、水さらしの際に、先ほどミンチにすると言いましたが、だいたい5ミリ程度のサイズの肉片にして、それから水さらしするのが一般的なかまぼこの、作る際の処理ですが、今回はそれをもうちょっと細かく、1ミリ以下に粉砕しまして、このホモジナイズと書いておりますが、これが細かく粉砕することということになります。で、これを行った影響についても検討しています。したがって、毎回水さらしを1回、2回、3回やりますが、その際にホモジナイズしたところ、砕屑したところと、それから、ミンチの状態のまま水さらししたものというふうに、2つの種類のサンプルを取り上げております。で、時間もございませんので、すぐに結果の方に参りますが、元の落とし身、ミンチ状態の肉で334と、暫定基準値よりは低い値ですが、それを、ホモジナイズ細かく砕屑して、一回水さらしをしただけで85まで低下する。水分含量とか調節しまして、元の肉に合わせますと27%程度まで、セシウムが低下するということが分かります。で、これを続けますと、2回目、細かくしたものは2回目、14、5.9となります。ただ、ここは先ほどからお話出てますが、機器の、検出限界以下ということで、その検出限界の数字をもってここでやってます。もうちょっと少
少ない値が現実値かもしれません。それから先ほどお話ししました、ミンチの状態で 水洗いをしますと 20% 程度まで減って、これ以上は低下しない。ですから細かく粉砕してあげて、それからこれは、先ほどと言い忘れたんですが、洗浄の時に少し薄い、食塩水で洗浄しております。こういう処理をしてあげますと、十分に、放射性セシウムが除去できた状態で次の製品に、使うことができるということになります。で、1955年ですから、54年の、核実験ございましたが、その時のキハダマグロの値で、ただの水で洗浄すると 50% の除去率というふうに計算されておりますので、それに比べますと、より効果的だと考えられます。今、お話ししましたのは筋肉のお話で食べるところです。その他の部位についても、いくつかの業種で、先ほどから出ておりますイメージングプレートについてを用いまして、調べております。ちょっとかなり見づらくて申し訳ないんですが、こちら、この配置で置いておりますけれども、筋肉のところがやはり、ちょっとニベの場合ですね、ちょっと強めに出ておりますが、他の部分はほとんど検出されておりません。骨、若干出てますが、これはおそらくはこの筋肉が付着した状態で、覗ききれてない状態で、イメージングプレートで検出したせいだと考えられます。で、こちらが別の魚種でして、より低性のマダラ。この場合は、キログラムあたり252ベクレル。それからギス。これも、低性のお魚たちですが、17というものを使っております。非常に見にくくて申し訳ないんですが、筋肉でやはりちょっと出ております。それから表皮、これ見ていただくとわかるんですが、完全に筋肉を取り除けておりませんので、それのせいで筋肉が残ったところに筋が見えるというような状態で、基本的に今回調べました産業種につきましては、おそらく筋肉に、セシウムが蓄積する可能性があると。で、それも先ほどお話ししたような、かまぼこを何かに利用するのであれば、洗浄工程を入れることで、セシウムを低下させた状態で、我々の食品に使えるんじゃないかというお話になります。で、まとめさせていただきますが、先ほどからお話ししますように、除去することが水さらし工程を工夫することで、セシウムを効果的に除去することができる。それから、今回、3種しか今回は調べておりませんので、筋肉に、その3種につきましては、筋肉に蓄積する傾向があると。以前、先ほどの、報告では、シイラという、こちらは回遊性のお魚なんですが、こちらの方では筋肉よりエラとか皮膚に蓄積されるというデータも出てますので、今後、魚種を変えまして、いろいろ、モニタリングをしていく予定でございます。今後の課題といたしまして、先ほどお話ししました、塩分を少し加えてやることで、除去効率が上がりそうだということ、それを他、pH といいますのは、酸っぱい、とかそういう指標でございますが、そういった、その水さらしをするための液体の方の工夫を、いくつかしてあげるとか、攪拌強度、かき混ぜる方法、それから温度、そういったものを検討いたしまして、より、食用に適したような、方法論を、考えていきたいと思っています。それから先ほどのお話でありましたように、魚種によってちょっと蓄積パターンが異なりそうだということで、これについては、今後モニタリングを進めていきます。それと、乾燥工程が入ります。干物の場合には、これは当然、濃縮ということが、起こることが想定されますので、こういう干物とかそういったものを実際に試作いたしまして、製品ですね。製品レベルの、放射性物質の、
モニタリング、あるいは干物も実は塩水に漬け込んで、それから干すという工程が入りますので、その際に洗浄と同じ効果があるかもしれません。そういうところについても検討しています。で、今お話ししましたように、そこの方のお魚には、海の底、にもしかすると放射性物質が蓄積する可能性もありますので、あまり動かない貝類についてもちょっと今後は検討しないといけないと考えております。本研究につきましては、私どもの研究室員のほかに福島県の水産試験場の方々、それから測定に際しましては中西先生、田上先生にご協力をいただきました。ありがとうございます。以上です。